ょっと違うって思うやつですね。思ってくれたら、あれさっきのスライダーが違うと思ってくれたらこっちの勝ちです。はい、どうも徳さんです。はい、ネプトです。師匠、本日はですね、はい、またとんでもないゲストをお呼びしてしまいました。吉見和樹さん、どうぞ。はい、あー、いい携帯が来た。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで登場していただいたのは元中日ドラゴンズのエース吉見一輝さん。 NPB 通算90勝、これ意外だったんです。ちょっと怪我でね苦しんだシーズンも多かったのであれなんですけれども、通算勝率はなんと6割超えという、やっぱり勝ってますね。最多勝2回、最優秀防御率は1回、あと通算の、吉四球が 1.55 というこれ抜群の制球力。08年から12年までは5年連続2桁勝利と上昇ドラゴンズの言わずと知れた大エース。本当にありがとうございます。こちらこそ。この度はですね、はい、萌えドラチャンネルっていう、はい、CBC 社やってる YouTube チャンネルのコラボっていうことで、なるほど、吉見さんいいですよっていうふっと軽いですね、非常にあっさりね言ってしまったんで、僕らもあっさり、あ、じゃあお願いしますってことでそんな簡単じゃないですよ普段。本当にこれもざわついてると思いますよ。だって去年だもん。いや、ついこの間まで投げられてましたよねこのユニフォームでまさにそうこれ以来です、はい、こちらこそありがたくて、はい、出るなんて思ってなかったのでいやいや簡単に出れますよ。話していただいた時に、はい、いや出ないっていう選択肢なかったです完全に個人的な思い入れがありまして、同級生なんですよ。マジっすか。そうなんです。84年の生まれで、僕ちょっと早生まれで、はい、5年の3月なのであれなんですけども、違う人生も2人がいると、ある意味特産世代その特産世代の中の最高峰のお一人と、ということでね、はい、そういった中で、はい、今回吉見さんと野球ができるということで、はい、投げてくださる。投げますよ。ちゃんと作ってきましたか。どうでしょう。なんか出てますけど、あ、ちょっとダサい感じになってますけど、これ実はですね、見てください。ほら、あ、この T シャツはまさか、これは特産 TV が勝手に温度を取った野球人で、コロナ乗り越えを企画チャリティー T シャツじゃないですか、はい、これわざわざ買っていただいて。そうなんですよ、はい、そうなんです。これ嬉しいね、うん、吉見さんもやっぱりこうチーム特産 TV、と準レギュラーです、はい、瞬間にいやありがたいですね。す楽しい企画どんどんお届けしまいますので、はい、本日よろしくお願いいたします。お願いします。というわけで今回の萌えドラチャンネルとのコラボ企画は3夜連続でお届けします。第1弾はキャッチボール。すべてのプロ野球選手から精密機械と言われた吉見投手のキャッチボール、その技術に迫る。おやべえ、よろしくお願いします。おお、吉見さんとキャッチボールや。多分使ってますよこれ。あ、全然、いや、めっちゃ見た。見ました今。やばいっす。やばい。いやすでに今の2割ぐらいですよ。いやああやばい。あ、そう。あ、今体痛くないですか。動かしてないんですけど、はい、子供の野球で、はい、ちょっとバッティングピッチャーしてるんですよ。豪華、めちゃくちゃ豪華、ね、大丈夫ですか、抑え込んでないですか。いや、打たしに行くわ。なるほど。少年野球でもバッピをやり、トヨタでもバッピをやりすげえよ。あの高校時代はこうすごい剛腕のイメージだったんですけども、社会人に行かれてこうその関係も変わったんですか。いや、あのね、引退するまでね、はい、速いボール投げたかったんですよ。あ、そう、やっぱりそこは忘れてないというか。いや、ノーアップでこの感じか、すげえな。あー、ナイスボール、はい、速いボールだけじゃやっぱりダメだなと思って、もともとそんなコントロール悪いことはなかったんですけど、はい、のコントロールの必要性、大切さ、はい、全然なくて、当時それは社会人行かれてそういうのを。いや、プロ入ってからです。あ、そうなんですか、はい、やっぱその社会人から NPB っていうところでこう壁じゃないですけども、やっぱり違いは当たって、はい、あ、一流は抑えれても、はい、超一流は抑えれないんですよ、経験して。それで、はい、狙ったところに常に投げれるように。ああ、そこするっていう。一流と超一流ってどの辺で違うんですか。一流はなんとか抑えれるかなっていう。超一流は、はい、抑えれない。ええー。
それこそラミレスさんとかですか。そうです、ラミレス選手だったり、はい、小笠原さんだったり、あ、まあ球界を代表する、まあそうですね、超一流ですね、はあ、はあ、わあ、ナイスボールナイスボール。キャッチボールとかはこうどんなことを意識されてるんですか。やっぱりまずしっかり立つっていうこと、あ、はい、こう止まらなくてもいいんで、はい、こうなったりだとか、ぐらつかない、ぐらつかない、あの立たなくてもいいんで、自分なんかこうしっかり立ててるなっていう感覚、はあ、片足一本で、はい、立って左足で立つ、あ、なるほどなるほど、スタートがブレるとゴール絶対ブレちゃうんで、はい、こういう感じで、はいはい、ダメなんで立ってしっかりゴールも片足 で、はい、でその中でボールがいろんな変化したりする時もあったりするんで、はい、開きが早いなとか、あ、それはそのままそのままで、ね、課題が出てくる、なるほど、はい、で相手の右肩、はい、右胸、はい、右この辺やっぱ右バッター外まっすぐなんで、それは、はいはい、手の狙って投げてます、そこに行かないですけど、もうキャッチボールからでもそういう意識で、キャッチボールでダメなのはちょっと抜けると思います、ダメなのはこういうボールがダメ、あ、ちょっとふわっと右に抜ける、抜けてないし、あ、今のは僕から言うとただの肩回し、なるほど、やっぱりちゃんとやるんだったら、やっぱ例えばドラゴンの D 狙うんだったらこういうふうに、あ、抜かけてあげる、はい、言ってないんですけど意識だけは持ってあげる、あ、そこの意識だけも違いますね、こことこことここってリリースポイント絶対変わってくるじゃないですか、はい、もっと言えばこことここだとリリースポイント絶対変わってくる、はい、それはキャッチボールから養っていかなくちゃいけない、めちゃシビア、あ、まさにさっきからこう投げる前にこう若干トップを作るみたいな動きってのあれはもう意識ですか、あ、こういう、はい、それはもうリズムですね、お、上から持ってくるっていう、下からじゃなくて、はい、上から持ってくるという、あ、叩くような、叩くイメージはないですけど、はい、イメージは切るというか、こうとか、あ、こうとか、はい、まあ、ダメ、ダメというか自分の形っていうものはやっぱ投げて、投げていって覚えてくるわけじゃないですか、はい、習慣として、はいはい、それはやっぱり常に、あ、はい、一球一球やっていかないと体は覚えない、なるほど、もうその積み重ねってことですね、そうです、はい、これができたら正直ピッチングがあんまりいらないです、形がちゃんとできてるんだけど不安だからブルペン入るって感じです、あ、考え方がちょっと別ですね、逆というか、そうそうそう、はい、だから今は、あ、ナイスボー、その 18m って距離の中で感覚ってあるわけです、はい、さっきの曲がり方だったり、はい、高さの練習、まあ、いろんなことができるんですけど、はい、傾斜を使って練習、はいはい、そういうのはしなくちゃいけないから入るんですけど、それは前段階として前提としてはキャッチボールでのフォーム作り、そうです、キャッチボールの癖でいけるっていうのが僕の考えです、なるほど、あ、おお、俺もしゃがんじゃった、威力すごすぎて伸びてる、おお、すげえ、ナイスボール、まっすぐがホップしてる、やばい、なるほど、これぐらい、そう、もわないそう、これぐらい、そう、もわないそう、ちょっと嬉しそう、その感覚はないですね、あー、感覚はないですね、あー、谷繁さんの気持ちそうですね、気持ちで投げると何回もやりますよ入れてるって言うなかなか伝わらない、てる、あ、これはすごいな、美しいですね、あ、ちょっと力入れました、入れてますよもう、はい、あ、重そう、ボール解説はストレート一本に絞ろうかそうっすね変化球入んないだろう変化球曲がんないんですよ、公式だと難しいですね、すげえわ、あ、抜けた、変化とか投げてみます、今一回それだけ、それだ、曲がんないですよ、あ、よくよくよくです、おすげえカットボールみたいになってんだけど、横のスライダー小さくて、はい、ほら、
おお、すごい、なんかすごい面白い変化、逆に曲がったんだけど、え、曲がる曲がる曲がる、こういう、なんか、はい、こういう軌道できてんだけど、めちゃくちゃ、谷繁さんめっちゃ怒ります、多分それみんなそれだと多分こうだと思うんですけど、はいはいはい、はい、ま、巻き込むというか、僕は人差し指でこっちに逆に切るんです。あー、あの、え、な、たまにいますよね、でもその方たまにいるんですよ、はい、なんか逆カットしたもん。そうで、それがうまく弾けなかった時は逆に曲がるんですよ。へえ、そうなんすね。分かった上でこう投げられてるんですね。いや、分かった上で、それを意図して投げれてないんですというわけで第1弾、吉見投手のキャッチボールの意識いかがでしたでしょうか。ちなみに萌えドラチャンネルでは吉見投手のピッチング公開中、引退してから間もない投球です。一部ご覧ください。あ、これはすごい、これはすごい、ほぼストレートだ。あー、ナイス、もうやばい、今終わりだ、今の来たら。今のエア対戦で僕刺されました。いやでも刺さる、刺されました今。